自由に楽しんでやってみたいなこと言われたんですけど、どうしたらいいか分かんなくて今までそういう表情をしてなかったので、でもなんかやっていくうちにテンションの部分が高まったので、最後の方は割とリラックスして表情を作れてたかなって思います。わからないですけど、なんか、まあ、年も上なのでよくセクシーとか言っていただけるんですけど、全然自分では自覚がないので、その言ってもらえることはありがたいと思う、ありがたいというか、そういう貴重な意見を大切にして、まあ、セクシーな部分も磨いていけたらなとは思ってます。本当に OL やってるの?って言われるんですけど、本当に OL を結構真面目にやってるので、朝は毎日定時に行って、定時で帰ってきて、そこからレッスン行ってっていうのはすごい大変ですけど、忙しいからこそ充実はしてますし、大変だけど本当にこれには意味があると思ってやっているので、やめたいなって思うことは一度もなかったです。まだないです。まだないっていうか、これから先も痛くないし思わないです。一期生の豪華な面々の方々と一緒に写真集を作ることができて本当に嬉しいです。まだまだ未熟者ですが、よかったらたくさん見てください。お願いします。自由に楽しんでやってみたいなこと言われたんですけど、どうしたらいいか分かんなくて今までそういう表情をしてなかったので、でもなんかやっていくうちにテンションの部分が高まったので、最後の方は割とリラックスして表情を作れてたかなって思います。わからないですけど、なんか、まあ、年も上なのでよくセクシーとか言っていただけるんですけど、全然自分では自覚がないので、その言ってもらえることはありがたいと思う、ありがたいというか、そういう貴重な意見を大切にして、まあ、セクシーな部分も磨いていけたらなとは思ってます。本当に OL やってるの?って言われるんですけど、本当に OL を結構真面目にやってるので、朝は毎日定時に行って、定時で帰ってきて、そこからレッスン行ってっていうのはすごい大変ですけど、忙しいからこそ充実はしてますし、大変だけど本当にこれには意味があると思ってやっているので、やめたいなって思うことは一度もなかったです。まだないです。まだないっていうか、これから先も痛くないし思わないです。一期生の豪華な面々の方々と一緒に写真集を
作ることができて本当に嬉しいです。まだまだ未熟者ですが、よかったらたくさん見てください。お願いします。